やってきたのは、好きなんだけどテロリスト。出すもん出せばいいんだよ。ガキ相手に何してんだ。運命だ。この人が宮城陽子、梨紗子の婚約者でお前の義理の兄さんになる人だ。あんたが離婚したって聞いたから、やっぱり運命なんだ。俺はこういうややこしいの一番嫌いなんだよ。忍を君の家で預かってやってほしいんだ。困った。なんで俺なんだよ。あんただからだよ。自分の勝手な追い込みで人を振り回すのはやめろ。ごめんなさい。もういいから。もういいって何がだよ。全部に決まってんだろ。またあの写真忍に預けた。本気で腹立ってきた。これじゃまるでメロメロじゃないか。俺は先生には勝てない。俺はもう一生先生のことだけを思っていくんだと思ってたんだ。だけどごめん、先生以上のやつができてしまった。わめき散らしてどこのどいつだ。今日止まってもいい。ダメだ。お前あっちの大学に受験するんだ。次って言ってもらったのに次行くねえだろ。